毎日メイクのリクエストがたくさんあったので、今から毎日メイクの紹介します。まず最初は、これです。ここに貼って、今流行りのスパチュラ。こうやって。で、広げたら、パフで広げます。ファンデーション使う理由は顔の赤みを少しでも抑えられたらいいかなって思うんですけど、なんかニキビとかシミとかを完全に隠そうとは思ってないんだよね。そのニキビとか気になるのは結局自分だけだから、なんか他の人は気にしないと思うし、もしなんか あの人顔ニキビついてるって思っても、なんかそれで悪い印象になるわけでもないし、誰も気にしてないと思うから。ファンデを薄く塗った後に、次はパウダー使います。パウダーをここの上に少しのして、ブラシで軽く、私は鼻が一番テカるので最初鼻にのしていきます。こうやって、で残ったのはおでこをこうやって適当にトントントンって押して、顎にも乗せます。で、あとはここにちょっとだけ余ったの。次にキャンメイクのシェーディングパウダー04番を使います。乗して、こうやって、キャンメイクの04番使ってる理由は、私がブルベ冬だからです。ちっちゃいブラシで鼻の口角とかをちょっと軽く、ここは絶対に塗りません。あと塗るのはここです。これでベースメイク終わりです。次は眉毛描きます。セザンヌのアイブラウを使います。これなんていうのかわかんないけど、これでちょっと綺麗に整えて、眉の足りない部分、なんかここら辺とかを描き足す感じです。はい、眉完成です。涙袋の線はこれ多分セザンヌ涙袋絵を描くやつと、キャンメイクのアイバッグコンシーラー02番。こっちの人は結構涙袋を消す習慣があるっていうか、バッチリメイクするときは絶対にここを隠すって感じで、私結構小さいときに涙袋大きい方だからなのかわかんないけど、結構なんか変っていじられて、ちょっとコンプレックスだったときがあったんですけど、なんかここの数年間がすごい流行り始めちゃったじゃん。で、それをこうやってインスタとかで初めて見たときすごいびっくりしたっていうか、なんかこれってみんな欲しい、なんていうの、顔のパーツなんだっていうか、なんかすごいショックだったのを覚えてる。今は涙袋を生かすようにこれを使ってます。ライン引く日もあれば引かない日もあるんだけど、使ってるのがこの D アップのアイライン、キャンメイクのクリーミータッチライナー。ベースメイクするときに必ずここのほくろとここのほくろがカバーされちゃうのね。こっちと比べてはまだ薄いから、いつもこれで、次にマスカラ。マスカラはこれ去年に今でも流行ってると思うけど、エチュシテのマスカラ下地を使ってます。こんな感じでまつげ上げることで、なんかちょっと 目が覚めたように見える、ごまかせられると思うんだよね。これ絶対鏡使った方がいいやつだよ。で、最後にクリオのリップティントを使ってます。
ってこうやって塗って指で広げます。なんかリップするときやっぱり色つけすぎるとちょっと不自然なのが嫌だから、色を少しだけ足したいみたいな感じで足してます。はい、これが毎日メイクです。自分の顔のパーツをできるだけ活かすようにしてるので、メイクブラシは全部ミッフィーちゃんのコップの中に入れてます。この猫ちゃんは実はスプーンです。Back home, and I'm gonna do a little haul. My main goal today was to go and donate that like bag of clothes I had in the yellow bag. The last time I visited Uniqlo, I saw that they had like this box of donations that they were accepting to like recycle and reuse the clothes. I reorganized my clothes yesterday and I saw that I had a lot of clothes frommiddle school and high school that I don't wear anymore, and I don't live near a thrift store to just donate them, but I also didn't want to throw them away because they were in really good condition still. So that's why I went to Uniqlo today to dump all of the clothes out. But I unexpectedly found some clothes I liked, so I'm just going to share that really quickly. First is the tank top I got. Next is the mesh or sheer long sleeve. It's a collaboration with Mame Kuroguchi. And at the Asian makeup store, I ended up picking up the purple hair dye. I've been thinking about dyeing my hair, but I'm also content with my hair color, so
I'm gonna try doing this later, and if I don't like it, I'll just dye my hair back to black. Excited to see how this goes. This is definitely a sin, but I'm gonna use a different instant ramen and redo it. The whole point of getting a cup is gone because I stupidly dropped all the noodles inside the drain. I can't believe that just happened. 残念選手権優勝したと思う。Before I try this, I'm gonna buy this cup again. This doesn't count. いただきます。こっちの方が全然辛いね。口に入れた瞬間もすぐ辛いって感じ。あ、辛いね。辛い。辛い。すごい辛い。おいしい。これによくチーズ入れて食べる人もいるよね。もう美味しい。これ昔全然辛いもの食べれなかったから、今こうやって辛いもの食べれるのすごい嬉しい。ごちそうさまでした。